絶対どうやめないで。新書めっちゃ可愛い。バイト終わりにお疲れ様。お疲れ。お魚さん、ありがとう。ショコラの方。なごみちゃんよろしく。10月お酒飲んでるからね。私ちゃうの TikTokX 合わせで、見てくれてありがとう。あやかちゃんだ、嬉しい。新曲バズってる。え、なんかみんな、やばいやばいやばい、ダメだ。みんながのな、あの画像作ってくれてたりとかしてるやつめっちゃ見る。ゆみちゃん初めて見た、ありがとう。ビーナーさん嬉しい、見てるよ。めっちゃ流れてきて見てる。みんなの画像作ってくれてるやつ、お花のやつね、褒めてくれてた。みんな優しい。この間の成果ありがとう。課題ありがとう。そう、あのなんか倍速で流れてるよね。あの倍速のさ、ちょっと早めな感じのやつで流れてくる。そう、いろんな、なんかいろんなこうファンの皆さん、いろんなアイドルさんのファンの皆さんが画像とかで流して作ってくださったりとかしてるね。 1.5 倍速だよね、あれ。思った、やめないでーみたいな。ずーっと優しい目も真面目顔も食べて知ってる私っていうみたいな。絶対ソウルで輝いて、こんな感じだね。声変わってるよね。ずーっと星はまじいちゃん輝けないの、輝かないの、間違えた。星はまじいちゃん輝かないの、眩しい君が世界一だよ。こんなんじゃない。あと D メロのとこもたまに聞く。君の努力、私の愛、成り立つこの関係は強くてもろいの、星の幸せを願った。だけど似てる。ちゃん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 、せーの、上手。似てる、これ似てるってある。Dメロの男好き。倍速のやつうまい。ねえ、倍速うまいとかある。めっちゃ似てる、嘘でしょ。もろいいな、あ待って、やばいよ。似てる、似てるか、似てるのか。だってやばいやばいやばい、見つからないよ。あ、ココちゃむ、ありがとう。ココちゃむ、ココちゃむ、何いたわ、いる、ココちゃむ。ポップ赤く見えるチーク、ココちゃむ、ココちゃむに書くよ。倍速のリサ好き、倍速だよ。似てる、新曲可愛きね、ココちゃむ。そう、似てるかな、似てますか、そんなことある。でもめっちゃ早いから曲が、なんかそう、新曲めっちゃ聴いてて、で曲調好き、本当、本当に。ココちゃん早く生で聴きたいね。まだね披露してないよね、みんなの前で披露してない。まえちゃんありがとう。なんかさ、めっちゃさ、本当に流れてくるよ。
明日ね、そうみんな見てね明日。おちゃん今日は25日ね、6時台かな、6時台にあるよみくちゃんありがとう、あおな見るね、ありがとう。 TikTok 見た、嬉しい。みゆみゆちゃん見てくれてありがとう。ゆいたん久々、元気？元気元気元気。はい、ここちゃんむ新曲かわいい記念ありがとう、ここちゃんもありがとうね、嬉しい、見てくれてありがとう、この間もありがとう、嬉しかったって、また早く会おうね絶対、うん、ありがとう、お仕事頑張れる、えらい、一緒に頑張ろうね、一緒に頑張ろう。こんばんは。キュルキュル。オールするの？ゆっくり休んでね。絶対に。休んでね。ハートの顔かわいい。ハート。そう、なんかこれね、よく描いちゃう。描きがちな顔。ありがとう、嬉しい、ありがとう、いっぱい見てくれてる、まだ覚えてるよ、元気今日のポストにはありがとう、見てくれたの、やっほー、おーちゃんもありがとうね、ありがとう、ありがとう、見てくれて、ありがとう、覚えてるよ、覚えてるよ、ちゃんとマジ覚えてるから、また会おうね早く、円満のサイン届、あ、ね、そうみんな円満のサイン届いてた、なんかポストとめっちゃあのポストで見つけたし、あのそうありがとうってみんな言ってくれてた、ひかりありがとう、ひかりありがとうね、 TikTok 見てくれて、届いてたよね、みんな届いてた、嬉しい、やったん、みんなに届きました、無事に届いた、白熊とソロダンスが妙にそう知る、さ白熊さんね、イコールとハート作ってるの良すぎてよ、すごい、よく見つけたの、そうなんだよ、あそこあんまでもね映ってないからさ分かんなくない、分かった、すごいね、私もそこのねとこめっちゃなんかハーってなる、なんかもうハーってなりました、めっちゃ、イコールラブだってなった、やばくない、とっても感じた、そうなの、イコールラブって作って、うんそう、え、タロテンありがとう、何いたわタロテン猫ちゃん、声の時の顔も好き、そう、君の努力私ない、そう、ここのね成り立つ、全然そう、成り立つこの関係はって言ったよ、やばいよね、感動しちゃう、あ、昨日だった、やばい、昨日リサ配信してなかったからさ、あ、そう書くよ、泣きそうになった、うん、泣いちゃう、泣いちゃうよね、わかんのって感じになる、うん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 、昨日眠い目をこすって待ってたの、うん、昨日何してたんだっけな私、待って何も思い出せない、
思い出せなかった弱すぎ、思い出せなかった。思い出せなかったよ。うん、思い出せなかったよ。かなたんこちゃんありがとうね、この間通所も嬉しかった、取れて、いつでも思い出して、また早く会おうね、絶対。記憶飛びました、どこかへ、記憶のどこかへ。昨日ホカンス、え、最高。え、なんかそういうのやってみたいんだよね、リサ。やったことないんだよ、憧れめっちゃある。ホカンスっておしゃんじゃない？なんかそんな言葉もさ知らなかった、んって感じだよね。おしゃん、おしゃんね。あ、あゆみ見てくれてありがとう。つぐま楽しかったね、めっちゃなんか本当にいっぱい撮れて。ちょっとね、次まで空いちゃうからさ、ちょっと空いちゃうから、それまで元気でいて。絶対に中の途中らへんでそうあれしようかなって思うよ。嬉しい、アイリン今日のアイメイク、そう今日のアイメイクいいよ。今日はちょっとピンクですね。チャラララランチャラランチャラランラララ、恋よりももっと好きだ。イエイエイ、今日の食欲好き？かけた、かけたよー。オーブン危ない、危ない。昨日ねできなかったから、昨日の日付にしようと思って、そうそうしたよ。ちょっと待って、はい、見える？タラオテン、お誕生日おめでとう。ごめんね遅くなって、昨日だったから、ちょっと昨日なんかもう反射しまんなしないでーって感じ、うん、冷えてる、ちょっと前髪が変です。なんか別れるよ、いや、いやです。はい、おめでとう。おめでとうございましただ。はなりさんよろしくね、これからも。はなりさんよろしく、ありがとう、いつもいっぱい会いに来てくれたり。また絶対にあの思い出作ろうね、この1年間もよろしく、ありがとう、おめでとう。本当に最近はなりさん一緒にレッスンいっぱいしてくれて嬉しい。多い、はやちゃんと一緒に確かになんかいること多いかも、なんか横にいることが多いかもしれない。うん、ありがとう、おめでとう、嬉しい。猫ちゃんありがとう、よかった、お祝いできて。教室はありそうか、え、小さきありがとう、教室くれたの、半年が早いよ。ちょうどトロコしのかしたかった、え、それな、そうトロコも花ちゃんと一緒だったね、確かに。キノコの山に来る、え、やば、エリカちゃん、ミズちゃんありがとう、見るねこの後絶対に。サイン届いた、ミクちゃんありがとう、あ、アイオンも届いた、ありがとうね、受け取ってくれて嬉しい、ありがとう。 TikTok の深あんこちゃんと、え、そうなの、あれね一緒に買ってないんだよ、たまたまなの、やばくない、めっちゃたまたま、
でも色違いだった。そう、まあやちゃん、え、なんだろう、ちょっと聞いてみるね。そう、8月、夏だね、夏。そう、今日ね、ピンクにした、ピンクメイク強めにした。そう、サイン届いた、あー、ありがとう、カンナさん。暑いよ、もちこ、もちこ姉さん死ぬ、もちこ姉さんもちこ姉さんとたまたま一緒だったんだよ。一緒に買ってない、なんか一緒に買う時も あるんだけど、あのお洋服はね一緒に買ってない。しかもめっちゃ買った時期違くて、そうそう、たまたま。すごいよね。でもね、本当に同じ色を選ばないの、絶対に同じ色を選ばない。リーチあげた、そう、通称の時のね服。え、そうなの、え、そう、なんかね、エピヌのなんかね、ニット生地のなんか T シャツみたいなのがあって、なんかそれもね、なんかめっちゃ可愛くて、そう、なんか黒白ピンク水色があって、私的には白かピンクがいいなと思って、でもあんこちゃんは水色か黒、なんかもう全部逆そう、全部逆だった、やばいよね、全部逆なの。買ってないんだよあれ結局。でも白かわいいよね。そう、だいたい白かピンクかわいいよね、だいたい。今日リップ一緒、そう、そうなの、それはあるかも。 MC とナレーションどっちが好き？え？なんかどっちもあんまり系統がちょっと違うから、うん。みなちゃんありがとう、嬉しい、見てくれてありがとう、預かってありがとう。そう、可愛い方、ネイルここでも公開しないの、変えちゃったんだよね、ネイル。そう、変えちゃってるからね、あのネイルじゃないんだよね、違うネイル。明日円盤サイン受け取るね、初サインとかもね。あ、まやちゃんありがとう、うん。たまに MC すると、え、 MC なんてまず人生でやったことないから、てかなんか決められてるのね、あれ MC、 毎回決められてて、イコラブ会とかの MC とかも、そう、決められてるから、あの、ない、あんまなかなかやることがなくて、だからもう、あの、なった時はもうびっくり、どうしたみたいな、リサは大丈夫そうみたいななるよ。この間のイコラ前の時もあれ9時だったから、たまたまって感じだったね。そう、え、そうだよ、リサ頑張ればできるのよ MC、 YDK だけど、あんまりそのなんか任せられない知る、そう、あんまない、することはないですね。死ぬ、本当に。そう、例えばリコーダーでしょ、え、リコーダーあんなに音出ないんだよ本当に重くない、なんであんな、え、でも私リコーダー下手でもなかったよ、小学生の時で。まあたまに変な音は出るよね、でリコーダーって変な音が出るやつじゃない、でリコーダーとバイオリンは変な音が出る、本当に本当に、なくてそれで笑っちゃうの、自分の出した音に対して。だから本当に良くない。え、バイオリンもやばい、バイオリンも変な音が出る、うーん、難しかったね。なんかバイオリンはねそう、あるよ、なんか中学の時に音楽の授業で、器楽の授業でバイオリンがあったんだけど、バイオリンのなんかテストとかがあって、そう、マジでバイオリンのテストがやばくて、なんか一人一人なんかその個室みたいなとこに入って弾くよ、先生の目の前でもうなんか嫉妬だっててさ、
なんか防音になってるから周りのみんながなんか練習してる音も聞こえないから、本当に密室した空間の中でなんかなんだっけ、なんか失礼しますみたいなこと言って弾くんよ、こうやって先生の本当にダメだから、なんか変な音出た時に笑っちゃって笑っちゃダメじゃん。え、なんだっけな、なんかなんだっけな、あのね、キリスト教の学校だったから、あの賛美歌っていうのがあったの。なんか賛美歌を弾くんだよ。めっちゃ難しくて本当にやばい本当無理、無理すぎた。3年間はもう必須だったから、中学校は嫌と思ってもやんなきゃいけなかったんだけど、高校生になったら確かやってないかったな、やってなかった気がする。むずいよね、怖い、普通に変な音が出て、え、そう、テストで笑っちゃうの、すいませんとかって。そう、上達してないよ。でも最初がやばかった、いっちゃん最初がほんとやばすぎて、なんでなんでこんな音が出るみたいなうん、無理、変な音が出る、変な音出るよ、めっちゃめっちゃ変な音出る。うん、でもなんか上手い子もいたよね、普通に。まあなんか音楽やってるんかみたいな、やってたんだろうね。ここちゃんもクマありがとう、 I love you 変な音ばっかりだよマジで、無理、無理すぎて。そう、賛美歌毎朝歌ってた。一緒、毎朝歌ってた、朝のね礼拝みたいな、聖書とね賛美歌をね読んで歌って、先生の、先生の話じゃない、え、牧師さんのお話を聞いてみたいな、あった。あ、仏教ね、仏教と全然違うよね、大変そう、結構いろいろあった。賛美歌どんな感じ、賛美歌は、え、なんかどんな感じ、え、どんな感じ、え、なんかむずいかも、どんな感じ、なんか、なんだろう、え、歌えないかも、あ、聞いたら思い出すかもしれない。でも本当にその時6年間日本語だよ、6年間だけ歌って、その授業とかでも聖書とかであったから学んだり、その聖書の授業で教会に行かなきゃ、行くっていうのもあって日曜日に行ったり、そう、なんかそういうのだけ、生伴奏だよ、なんかパイプオルガン、そのパイプオルガンが行動にあって、なんか毎回それを弾いて、でもその音なんか良かった良かった。そう、でもなんかその時はあんまりだったけど、なんか卒業してなんか感じた、あのパイプオルガンの音いいとか、うん、ちょっと気づくの遅め、うん、めっちゃ懐かしく感じる。なんかあんまり聞かない音だから、聞くとめっちゃなんか中高時代思い出すよ。ともかちゃん、あとありがとう。うん。おもろい。卒アル？漏れてないかもね。なんかもう覚えてない。でもなんかとりあえずなんか高めの2つを2つ結びしてとかしない。そう、なんか規定があったんだけど、本当は2つは耳より下じゃないとダメで、ダメだったけど、耳より下のなんかツインが本当に合わなくて、もうその時から似合わなかったんよ、低めのツインが。三つ編みならよかったんだけど、その時から似合わなくて、やだやだと思って、毎回学校行く時2つ結びする時はもう絶対耳の上じゃないと嫌だみたいな、もう絶対ここみたいな決めてて、ずっとここ、え、え、
家の TV 感じる？本当にその時からてかさ、学校でさそんな漏れるとか考え、まあ、考えるか、そんな考えなくてもいいやんか。考えるよね、でも考えます。だけどなんか言ってたよ、そうやって絶対に似合う髪型で、うん、やってた。なんか髪下ろしちゃダメだったから何かしら結ぶけど、だいたいそうなんか可愛い髪型が好きだったから、まあ三つ編み、あの激しい髪型はできないかな、まあ、だいたいまあ三つ編みか二つが多い。そのもそう、え、覚えてない。でもこれ出してたよりさ巻かないけど、ストレートでこうとか、そう編み込みとかね、ダメだった。ねえ、髪下ろしちゃいけない、何やったんやろうか。前髪はいやでも目にかかっちゃいけないとか、あった。あとなんか横結びダメだったよ、サイドポニーみたいな、真ん中じゃないとダメみたいな。うーん、厳しい。ポニーテールはね、ポニーテールもあんま高いとダメだよ、高めポニーとかあんま NG。 JK の時代今と同じか、あんま変わってないかも。そう、結構厳しい。マナちゃんありがとう。横結びダメだよね、なんでダメなんやろうかって思ってたもん。なんで、なんでなんでなんでね。えでも時代変わったからさ、いいかも今は。もしかして、あでも髪はダメかも、下ろしちゃダメかも。でもなんか2つの位置とか何も言われなそう、高めでやろうか。でも高めって言ってもさ、こうなんやないからさ、ここだからさ。前髪巻いてる人、巻いたかも私も前髪。さくらちゃんありがとう。ん、やばもう56分だ、早い。厳しいよ先生、秒すぎた。30分だけだったっけ、早い。明日は18時台だね。そう、見てね。髪型厳しいよ、なんでって。そんなにやめてって思います、とってもそんな厳しくしないでってなる。出会った人だってありがとう、見るね、見るねじゃない、みんなのポスト見るよ、ずっと全部。その始まる前もだし、終わった後も見るね、全部全部全部。ともかちゃんありがとう、絶対見るなよって、ありがとう、頑張る頑張る頑張るちゃん、絶対リアタイやめないで、ずっと輝いてる君。明日 TVer で生配信、あ、ありがとう。そうだよね、テレ東さんってどうなんだ、どこがあれなのかな、見えないのか、そうね、いまいち分かってないんですけど。倍速輝いてる奇妙みたい、もうずっとずっとずっとステージにいて、君の夢は何ですか。あ、間違えた、普通に2番だった。私がもし君のとこ離れた、照明ガンガン照明ガンガン、あ、東京、東京神奈川とか、東京神奈川埼玉とかやるのかな。うん、ねえ、ありがとうね、あやぼん、みんなのポスト見る絶対。関東、あ、そうなんだ、ありがとう。あっちは見れるの、 TikTok も楽しみだって、ありがとう。やばい、時間がない、時間がない、いきます。13位ヤマニャ、あ、ショコラの方。12位タカヒロンリー、11位トバチン、10位ヒッキー、9位オーラ、8位アスカ、7位お塩、6位ナちゃん、5位タカ、4位チャルボグ、3位トメゾウ、2位タロテン、1位ココちゃんムでした。ありがとうね、焦った、待って、あと何秒、
もう終わる？死ぬ。あと45秒。待って。ちょっと0時になったらポストしてもう大丈夫？するね。やばいやばいやばい。明日見てね。ちょっと読む時間ない。またね。ちょっと急いでポストするね。バイバイ。おやすみ。やばすぎ。